なんか大手 IT 企業で、ツイッター社から解雇された人は雇わないようにと通達が出回っているらしいよ。では早速、そんな大手 IT 企業の通達に関するツイートを見てみて。夏目猫。本社の方から管理職クラスに、ツイッター社からクビになった人間は中途採用しないようにって通達メール届いてて草生えた。やとぎ。まあ、この時期にツイッター社を辞めるというのは何ら利益に結びつかない人材であるという認識がついてますからな。どんな爆弾持ってるかも怖いですし。夏目猫。そもそも会社で酒飲むような人はいらないんですわ。ツイッター社から解雇された人たち。大手企業勤めから一気に地獄へまっしぐらのようだね。まあそれもこれも自分たちが招いたことだからね。自業自得だとしか思えないよ。ネットでも、そりゃそうよ。意識だけ高い人材なんていらんわな。因果応報だね。一見、情け容赦ないなら思う人もいるだろうけれども、会社では当たり前の判断なんだよね。事実ならば、リソースを食いつぶしてきた人たちや、トレンドの操作をしていた人たちは、機械的にやり分けをせざるを得ないほどの烙印を多くの解雇者に押した、と。Twitter GP の宿話が爆裂してて怖いな。うちにも届いてた。エージェントもマークしておくようにと書かれていた。超一流企業での業務経歴が、マイナス方向の評価に働いて草。ざまあわら、各社これに習え。自ら酒飲んでるって書いちゃったから自業自得だよね。職歴ごまかしたら詐称になるし、頑張れ。いちご甘い汁吸うことを覚えたら、一般企業に勤めるなんて無理でしょうな。印象操作しかしない人間とか、絶対にトラブルの元になるのが目に見えてるからな。マストドに行きなよ、かっこ笑い、などと、様々な声が上がってるみたい。まあ、ツイッター社から解雇された人たち。会社で仕事中にもかかわらず、飲酒をしたり、パーティーを開催したり、トレンド操作をやったりと、あれだけ好き勝手にやってきたんだもん。大手 IT 企業からすれば、そんな働き方をするような社員はいらないだろうからね。まあ、中には真面目に働いていた人もいるかもしれないけれど、ツイッターで働く人のイメージがこれだけ悪くなれば、元ツイッター社員というだけで、大手企業が毛嫌いするのは必然だと思う。何せ、元ツイッター社員のイメージは、意識が高い上に遊んでばかりで、なおかつプライドが高く、常に上から目線で物事を言いそうなイメージだもん。なんだかそんなイメージない。まあそれも単なる思い込みかもしれないけれど。とにかく、ツイッター社から解雇された皆さん。これから茨の道が待ち受けていると思うけれど、くじけずに頑張ってください。